ここから LINE が開ける、ゲームモードが追加、電話がついに、録音録をかけたいアプリを長押し、手を使わないでも iPhone を操作できる。どうもこんにちは、まみよしです。ついに iOS 18リリースされました。今回はこちらの iOS 18のアップデート内容を解説していきます。やっていきましょう。ということで、まずはホーム画面の進化から。今までの OS っていうのは iPhone をダークモードに変更しても標準のアプリっていうのは普通の白いやつのままだったんですけども、今回なんとこんな感じで純正アプリをダークモードに変更できるようになりました。で、そしてこの機能すごいのが、例えばこういったブロとかアンカーとか、あとセサミとか、そういった外部アプリに関してもこんな感じでダークモードにすることができます。やり方に関しては iPhone アップデートした後にホーム画面を長押しして左上の編集をタップ、ここからカスタマイズを押して、こちらライトダーク選べば OK です。自動に関してはスマホのダークモードオンオフに応じてこちらのライトとダークを自動で変更する形になります。でダークモードにすると背景ちょっと暗くなるんですけども、こちらのボタンを押すことによって普段の明るさのままに変更することもできます。でこちらの色合い調整に関しては自分の好きな色に変えられます。例えばこちらで白っぽくしたり、色を赤にしたり、本当に自分の好きな色にこんな感じで変更することができます。青系だとこんな感じでほぼ全てのアプリが青くなります。まあ多分こちらはさっきのダークモードの上に青いフィルターを載せてるみたいな、まあそんな感じかなと思います。こちらの色合いを調整に関してはしっかりと全アプリ自分の好きな色になるので、まあこちらを選んでみてもいいですね。僕は自動でダークモードとライトモードに合わせて連動するように設定してます。なのでダークモードをよく使ってる人に関してはかなり嬉しいアップデートです。でこちらショート大があるんですけども、こちらを押すことによってアイコンをでっかくすることができます。こちらの下のアプリ名っていうのも表示されなくなるので、アイコンだけがいいっていう人はこちらがおすすめです。まあ、ただねアイコンが大きすぎてちょっと楽々フォンみたいな感じになるので、個人的にはあんま好きじゃないですね。というのがまず第1個目の機能で、そしてホーム画面まだまだ進化があって、今までアプリっていうのは左上から順に置くことしかできなかったんですけども、今回なんとアプリを好きな位置に移動できるようになりました。なんで普段片手で操作してる人に関しては、まあ、こんな感じでね右下だけにアイコンを表示させて、まあ、片手でこんな感じで操作できるようにすることもできますね。これは結構プロマックスとかそういった大型のスマホ使ってる人にとっては結構嬉しいアップデートなのかなと思います。あとはこう壁紙をねしっかりと見えるようにできるので、そういった点も嬉しいですね。はい、そしたら続いてはコントロールセンター見ていきます。コントロールセンターも今回大きく変わってて、こんな感じのね丸型のデザインになりました。デザイン変更もそうなんですけども、新しく機能が加わってて、これがめちゃめちゃ便利です。こちらのコントロールセンター空いてるところを長押しするとこんな感じでねいろいろと追加できる画面になるんですけども、下のコントロールを追加をタップします。そうするとこんな感じでいろいろコントロールセンターに追加することができます。インターネット共有をここで追加するとか、あとは今までこういった順番っていうのは並び替えできなかったんですけども、明るさ調整は下側に移動したいとか、こんな感じでね自分好みにレイアウトを変更することができます。まあ、僕は慣れてるので今までのやつがいいんですけども、これ変えられるようになったのは結構嬉しいポイントですね。でそしてコントロールを追加から一番嬉しい機能がこちらショートカットになります。アプリを開くっていうショートカットが新しく追加されてまして、アプリを開くをタップして好きなアプリを選択します。そうすることで例えばホーム画面でどこにアプリあったっけって時にもうコントロールセンターを開いてここを押せば YouTube を開くことができると。僕は普段のスマホここに楽天ペイとかペイペイとか、あとは最近ドコモシェアっていうシェアサイクルに乗ってるんですけども、そういったアプリをここに追加したりしてますね。でこれアプリの起動だけじゃなくて、対応してるアプリだとこんな感じでアプリの中の設定のオンオフとかそういったのをここに入れることもできます。これ結構便利ですね。なので今後ロボット掃除機のメーカーとかもここからワンタップするだけで掃除が始まるとか、そういったことができるようになるかもしれません。これはかなり便利になるかなと思います。であとはコントロールセンター他にも変わってるポイントがありまして、右側にハート音楽通信のマーク出てると思うんですけども、こちらを押すことによって今再生してる曲だったり、あとはネットワークの環境っていうのをここからチェックすることができます。まあ、ただこれが結構使いづらくて、コントロールセンター出すときはここからスライド、戻すときは下からこうスライドさせると思うんですけども、その時に下側にこんな感じで行っちゃいます。これがね最初めちゃめちゃ不便だったんですけども、解決方法ありました。それはねこのミュージックをタップして空いてるところを長押し、
で、これミュージックをマイナスで消しちゃいます。で、ネットワークも消しちゃいます。ページ一つだけにすることができるようになりました。そうすると上から下にスライドしてコントロールセンター戻すときもここから上にスライドさせれば今まで通り戻すことができます。これができないのはちょっと不便なので、不便な人は2枚目3枚目は消してください。で、あとこのコントロールセンターのこの項目に関しては2ページ目3ページ目とこの丸どんどん増やしていきますね。まあ、1ページで使うのがおすすめなんですけども、いっぱい入れたいっていう方は、まあ、入れても OK です。で、あとは長押しじゃなくても左上のプラスボタンを押してコントロールを追加することもできます。あと右上に電源ボタンが新しく追加されまして、これを長押しすることによって iPhone の電源をオフにすることもできます。まああんまり使わないんですけども、こういった機能もあります。続いては写真ですね。今回写真のレイアウトが大きく変わりました。こんな感じでね、もともと下側にアルバムとかいろいろ出てたと思うんですけど、それが全部なくなってこんな感じの写真のライブラリになりました。もちろん下の方に行けばこのビデオ、ポートレート、あとはアルバムもチェックできるんですけども、ちょっとね操作っていうのがしづらくなってます。で、この動画のアプリに関しても若干操作感変わったので、この写真アプリに関してはちょっと慣れが必要ですね。ちなみに動画を編集するときにここで再生速度を変えられるようになりました。60個まで撮ってると 50% の速度に、で120個まで撮ってると 25% にできると思います。まあ、これは新しい iPhone 16 Pro で 120fps とか撮ったときに結構便利な機能ですね。続いてはここもかなり大きいポイントになります。今までの iPhone っていうのは左下が懐中電灯、右下がカメラの起動で、ここのアプリっていうのは変えられなかったんですけども、今回から変更できるようになってます。長押ししてあげてカスタマイズ、ロック画面を選択して、こちらの懐中電灯、そしてカメラの部分マイナスで消してあげます。で、プラスが出てくるのでこちらをタップして、さっきのやつと一緒ですね。例えばさっきと同じようにショートカットでアプリを開くをタップして LINE を選択すると、ここから LINE が開けるようになるし、右下は新しいコントロールセンターに対応しているアプリ、そうすることによって完了。ここを長押ししたらすぐに LINE が開く、右下を長押しするとこのアプリのオンオフっていうのができます。まあ、これもアプリの対応次第で、これで朝ロボット掃除機を動かすとか、そういった設定をすることもできるようになると思います。続いてはサファリですね。例えばこんな感じでネットサーフィンをするときにでっかく広告が出てきたり、あとはこういった項目いらないんだよなっていうことはあると思います。そういったときにその項目を消せる機能ですね。やり方はというと、左下のこのボタンですね、ここから気をそらす項目を非表示をタップします。気をそらす項目を非表示にしても頻繁にアップデートされるコンテンツに広告などのコンテンツは完全に削除されません。なのでいつも見るページでここだけいらないよとか、そういったときに使えるような機能ですね。こんな感じで項目を選択できるようになりました。この分割とかいらないよってなった場合は、こちらを表示を押すことによってスパンと消すことができるようになりました。この相性抜群もいらない、マグセーフもいらない。そうすると先ほどのページからさっき非表示にした項目がなくなるっていう、そういった機能になります。更新してもしっかりとその項目はないままですね。これまあ使い方によっては結構便利かなと思います。例えば画面共有で説明する動画を撮りたいけど自分の名前とかが映ってる、そういった時に名前の項目を表示にしてあげるとか、まあ、そういった感じでも使えますね。表示したくなったらこちらの目に斜線が入ってるマークをタップして、非表示の項目を表示をタップすると表示返ってきました。まあ、こんな感じのサファリの機能が新しく追加されました。あとはパスワード管理アプリが今回新しくなりました。その名もパスワードですね。で、実際に使ってみた感じそんなに変化っていうのはなかったんですけども、こんな感じで自分のパスワードをここで管理することができます。まあ、これは Mac にも iPhone にも iPad にも自動的に同期することができますね。まあ、ただね、ちょっとこの新しいパスワードのアプリは他のアプリの最適化ができてないのか、たまにねパスワード入力しても適用されないっていうことがあったので、まあ、ここはちょっとこれからのアップデートに期待っていう感じです。まあ、そこまで不便になることはないです。続いてのアップデート内容がこちら。ゲームモードが今回新しく追加されました。ゲームモードオンにすることによってバックグラウンドでのアプリの動きっていうのをできる限り抑えて最高のフレームレートを維持します。まあ、なのでゲームモードオンにすることによってちょっとゲームも快適に動くっていう感じになってます。まあ、ただ実際に試してみた感じそこまで変化っていうのはなかったですね。なのでフレームレートはそんなに変わらないです。まあ、ただね PS5 のコントローラーをつないでたり、あとは AirPods をつないでたりする場合はそのアクセサリーの遅延っていうのが少なくなるっぽいので、 FPS とかをやってる方とかに関してはゲームが結構しやすい
やすくなるのかなと思います。あとは地味にゲームの空間オーディオにも対応して AirPods で空間オーディオをオンにすることもできます。続いては電話アプリの新しい機能、電話がついに録音できるようになりました。ちょっとね電話の画面今見せることできないんですけども、まあ、電話中に左上か右上に新しいボタンがあるのでそちらをタップすることによって今から電話を録音しますみたいなメッセージが相手の方に流れてそこから電話の録音が開始される形になります。で音質に関しても聞いてみたんですけども鳴ってる音声をマイクで拾うんじゃなくて実際に鳴ってる音を直接録音してるので音質かなり良くなってます。通話記録のやつあったのでちょっと流します。4桁でご入力ください。なので大事な電話とかに関してはそういった機能で録音しておくのがかなりおすすめです、まあ、ただ相手の方にも分かるので相手の人はちょっとうわーって思う可能性もあります、まあ、そんな感じでね電話も結構進化してます。続いてはプライバシーの機能、嬉しい人はめちゃめちゃ嬉しいし嫌な人はめちゃめちゃ嫌だと思います。今までは LINE とかはねこの LINE の中にパスコードロックの機能があるので LINE はロックできたんですけどもこういった YouTube のアプリとかあとインスタのアプリとかそういったのはロックがかけられなかったんですよね。ただ今回からはこちらにロックをかけられるようになりました。まずはロックをかけたいアプリを長押し、そうするとこんな感じの画面が出てくるのでフェイス ID を必要にする、こちらを押します。 Instagram でフェイス ID を必要にしますか、このアプリを開いたり他のアプリでコンテンツを表示したりする際はフェイス ID かパスワードが必要になります。でこれフェイス ID を必要にすると顔認証してあげて次から開くときはポチッと押すとフェイス ID のロックが必要です。出てます。で、まあ、顔を向けながらインスタを開くことによって一瞬でロック解除されるので特に不便になることはないです。でさっきあったこのフェイス ID を必要にするのは下の非表示にしてフェイス ID を必要にするってやつはホーム画面からインスタグラムが消えます。こんな感じで使用することができます。で非表示にしたアプリに関してはアプリの一番右に行ってここの一番下非表示のボタンを押すことによってフェイス ID 認証するとここの非表示のやつが出てきます。ここの画面を確認される人も多くなるかも。続いてはこちら AirPods の新機能になります。今回 iOS18 にアップデートすることによってこっちの AirPods のファームウェアも最新にアップデートすることができるんですけどもこちら両方ともアップデートすることによってハンズフリーのインタラクションを使えるようになりました。この設定から AirPods この中に頭のジェスチャーっていうのが新しく追加されてます。これをオンにしてあげると頭を上下に振ることによって承認応答ができます。手を使わずに電話に出たりすることができます。で左右に振ることによって着信が来てる時に拒否したりであとは閉じたりすることもできます。でこれ電話だけじゃなくて例えば Siri と話してる時に何とかしますかって Siri が言った時にうんってうなずけば、まあ、入っていったことになるとそういった形になります、まあ、そういった機能が使いたい人はこの頭のジェスチャーをオンにしてみてください。いらない人はオフでもいいと思います。であと AirPods Pro に関してはボイスアイソレーション、通話の時のノイズキャンセリングっていうのも強くなってて相手にクリアな音質を届けられるようになったっぽいです。まあ僕は電話しないんであんまりわかんないですね。まああとはさっきゲームの時に話したようにゲームしてる時に空間オーディオを使えるようになったっていう感じです。続いてはメモアプリになります。今までは例えば1999+2000イコールで打っても特に何も出てこなかったんですけども今回からはこんな感じで計算式を打つと答えが出るようになりました。まあ計算式をメモでも使用できるようになったっていう感じです。まあ、僕はあんま使わないんですけど Apple Pencil でメモを使ってる人にとっては結構嬉しい機能です。で録音するとこんな感じでメモの中に入るんですけども今後 Apple Intelligence に対応するとこの通話記録の文字起こしっていうのがされるのかなと思います。今のところは特にされてはないですね。文字起こしもできません。まあ、Apple Intelligence に期待。続いて面白い機能がアイトラッキング、 iPhone の設定からアクセシビリティ、ここの中の視線トラッキングを有効にします。で顔を自分の方に向けてこれを目で追います。これで有効になりました。これすごいです。自分の目の方向で操作ができると、で同じところでずっと押しておくとこうやって決定ができるっていう感じですね。これめちゃめちゃ便利ですね。まあ、ただ精度に関してはちょっとまあまあなところはありますね。上向きます、下見ます、上見ます、結構リアルタイムに反映してくれますね。これもね結構便利な機能なので手を使わないでも iPhone を操作できるっていう形になりました。これすごいです。でここから視線トラッキングをオフにしても
いいし、コントロールセンターに視線トラッキングのやつが出てるので、この視線トラッキングを入れてあげれば このコントロールセンターからオンオフすることができます。で、他にもボーカルショートカットっていう機能も新しく追加されまして、こちらを設定するとショートカットを声で操作したり、あとはシステムの操作っていうのを声ですることができます。まあ、例えばじゃあオープンセサミを設定してみます。コマンド鍵開けて声にしてみます。鍵開けて、鍵開けて、鍵開けて。そうすると鍵開けてっていうだけで家の鍵を開けるようにすることができます。これ設定できました。ボーカルショートカットもオンになってます。鍵開けて、はい、こんな感じでショートカットをオンにすることができます。ただこのボーカルショートカットをオンにしていることによって、こんな感じで常に iPhone のマイクが生きている状態になるので、まあ、電池の減りはちょっと早くなるかな。あとは画面オフにしてるとどうなるか。鍵開けて、あ、オフにしてるときはダメかな。鍵開けて、ロック中はダメですね。鍵開けて、あ、ゲームしてるときとかはいけますね。なので画面がついてるときはこのボーカルショートカットが使える形になります。まあ、基本的にあんま使わなくていいかな。続いて同じくアクセシビリティの中の動作をタップして車両モーションキューを表示、これをオンにします。あ、これ自動だと電車とかに乗ってるときに自動的に出るってやつですね。これをオンにします。そうするとこんな感じの点が画面に出現しました。これすごくて、この iPhone を動かすと点も動いてます。これによって車に乗ってるときに iPhone をいじっても酔いづらくなるっていう、そういった機能になります。僕まだ使ってないんですけども、車に乗りながら iPhone を使うっていう方はぜひこちらの機能を自動にしておくのがおすすめです。で、この車両モーションキューに関してもコントロールセンターに追加することができるので、まあ、オフにしといてこちらで乗ってる時だけオンにするっていう使い方でも OK です。これ面白い機能なのでぜひ使ってみてください。ということで今回 iOS 18の新機能を解説してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。今回かなり面白い機能が増えてたり、あとはこういったロック画面から自分の好きなアプリを起動できたり、アプリのダークモードができるようになったり、アイコンを好きな位置に表示、そしてコントロールセンターのカスタマイズ、今回いろんな機能が搭載されたので、ぜひこちらの iOS 18アップデートしてみてください。で、僕はこちらの iOS 18しばらく使ってるんですけども、特にバグとかはないですね。ゲームも普通に動いてるし、まあ、ただゲームによっては今やってるゲームのアカウントをチェックしてちゃんと iOS 18に対応したのか確認してみてからアップデートするといいと思います。原神スターレール、あとキノコ伝説とかに関しては普通に動いたし、 LINE とか Suica、スイッチボットとか普段使うようなアプリは全て、今のところ快適に動いてます。ということでぜひ皆さんも iOS 18使ってみてください。以上、バイバイ。